なかったですね。でパブさん、はい、元気あれば何でもできる。長年私の愛車はミニクーパー、ミニね、でした、うんうん、大きなやつじゃなくてオリジナルのちっちゃい最初のねミニです。いいなー、あれ可愛いよね。可愛い。1959年にデビューして2000年に生産終了。40年間一度もモデルチェンジをしなかったイギリスの車です。 1000cc のミニ、 1300cc のハイパワーのエンジンを積んだのが私の愛車ミニクーパーでした。オイルショックがきっかけで設計された世界初のエコカーでもありました。あ、そう。そうなんですね。イギリスの車らしく鉄板の車体とウォールナットのレザーの内装、そうね、ボディと同じ色のオールレザーのシート、小さくても高級車でした、うんうん、しかしよく壊れた。中古で65万で買ったんですが修理代で500万以上使ってますと。修理代で500万、なマジか。最後はエンジンがダメになってしまって莫大な修理代がかかるのと、介護用の車が必要になったので手放してしまいました。今は驚くほどの金額で取引されているようですと。お金はかかりましたが私にはかけがえのない相棒でした。うーん、これね、私のヤキマンズのチームの元マネージャーさんが乗ってまして、はい、宮子ちゃんもよく知ってる方なんですけど。あ、そうなんですね。うちのスタッフがすごいちっちゃくて似合うと思う。あーちゃん乗れればね、乗りたい。もちろんオートマもないけど、はいはいはい、昔のやつはね、はいはい、マニュアルであーちゃん乗れないですけど。私は免許取ってるけど。だから今のねミニも可愛いけどね、ちょっと大きいけど。可愛い。これは似合う。ミニ乗り。似合いと思いますよ。でも修理にさ500万って。いや本当壊れたよ前のミニは。年中壊れてたもん。あ、俺運転したことあるけどさ。なんかゴーカートを運転してる気分なんですか。そうそうそう、本当にちっちゃかった。へえ、もう助手席が近くてさ、うんうん、すごい可愛かったね。可愛いです。可愛かった。それはトゥーパップさんが乗ってると思ったらあれなんか可愛いって仕方ないですね。ね、女子には本当に似合う車ですよこれ。乗ってると可愛かった。今ねミニバンだっけ。ミニバン今ちょっと大きくなってるもんね。ね、ちょっと大きくなってますからね、はい。